どうも中優です。今日も早速行ってみましょう。エクストリームサッカーシーガンバ大阪編。俺らだけでもう完全にパクってしまいました。ついに、青黒ラジオ4回目でございますけども、4回目にして完全なる丸パクリをしました。はい、某有名なね YouTube のチャンネルの出だしなんですけども、ちょっとエクストリームサッカー史ガンバ大阪編というのをやってみようかなと思いました。まあ、ざくっとねガンバ大阪の歴史を振り返ってみようではないかというちょっと企画でございます。はい、まあ、ガンバ大阪のですねエンブレム見ていただくと、新数1991という文字が刻まれてますよね。2021年はですねガンバ大阪の30周年を迎えるわけでございますよ。はい、今年はね30周年ということでいろんな記念事業が行われるということもクラブから発表されております。まあ、しかし30年と言いましたけども前身のチームもありますので、まあ、それを含めるとまあ実に40年近くに及ぶわけですよ。まあ、そのあたりもちょっと言及しながら、まあ、このガンバ大阪の歴史をできるだけちょっとコンパクトにまとめてエクストリームで今日は話していきたいなというふうに思います。J リーグ開幕からガンバを応援してるよっていう古参のファンもおられるでしょうし、まあ、大体の方は結構ねその後からガンバを応援しだしたっていう方、まあ、最近になってガンバを応援しだしたって方も多分おられるでしょうから、まあね、様々な方の、まあ、ガンバと関わりだした、まあ、その前は自分と関わりだしたその前はこうなってたんだみたいなね、そんな確認とか気づきになれば幸いかなというふうに思います。はい、今回、参考にするのはですね、まあ、このガンバ大阪の公式サイト、公式、ホームページにですね、ありますヒストリーというページを見ていきたいなというふうに思います。これ実はヒストリーっていうページあるんですよ、ヒストリーと。ヒストリーだけにね。まあいいか、こんなんはね。こんなんもちょっとたまには入れましょうよ。はい。まあこれ時系列的には、下に行けば行くほど古い、上に行く行くほど新しいなので、この下から見ていくんですけれども、1980年ですねに、松下電機産業株式会社サッカー部を創部と、ここから歴史をスタートさせてますね。ガンバ大阪のヒストリーページはこの松下電機なんですけど、なんか最近はもう若い人知らないらしいです。ジェネレーションギャップですよね、かなり。松下電機って言ったらまあ普通なんかね分かっちゃう、僕らの世代だと分かるし、もう僕らのよりも上の人なんかもおなじみの会社だと思うんですけども、もう最近になったらもうパナソニックっていう言葉でしか通じないんじゃないかなと、若い人には。でちょっと調べてみたんですけど、パナソニックって、まあ、松下電機のまあ一つのブランドだったわけですよ。でもう一つナショナルっていうブランドもありましたよね。まあ、そっちの方が耳なじみある方多いかもしれない。でもこのナショナルっていうのはね、本当にもう古い電気屋さん、町の電気屋さんとかでたまになんかまだ看板が残ってて、ナショナルの家電とかなんかそんな感じの看板が残ってるぐらいでしか見ないですよね。完全にもうパナソニックに一本化されています。でこれも松下電機のブランドの一つだったんですけども、これナショナルがなくなってったのは、まあ、ナショナルってそもそも英語で国のみたいな意味があると思うんですけども、まあ、これがちょっとなんか国家主義っぽいなんかそんなイメージで外国から捉えかねられないみたいな話で、ちょっとこのナショナルっていうのはちょっとやめていこうっていうのは、まあ会社名変わる前からあったみたいですね。だんだんパナソニックに統一していこうみたいな。で、まあ、それでさらにパナソニックっていうブランドを、まあ、グローバル、まあ、国際基準というかね、海外の人にも分かりやすい松下ではなくてね、パナソニックっていうブランドにしていこうということで、松下電機という会社すらもパナソニックという会社に変えてしまった。これがですね、実は2008年なんですよ。もうなかなか時間経ってる。12、3年経ってるわけですか。ね。それは12、3年も経ってたら多分10代の子とかなんてもう物心ついた時からパナソニックなわけですから、確かに松下っていう名前って知らないよなって思いますよね。はい。
なので、今ガンバの、胸スポンサーずーっとやってるパナソニックっていうのはもともと松下電機の前身があるからあのロゴがね、描かれているという流れになります。じゃあちょっとヒストリーの方を見ていくんですけども、はい、でこの松下電機のサッカー部なんですけども、まあ、そもそもですねこれもどういう歴史なのかというと、松下電機はそもそもですね、野球部を持っていたと。今もあって、多分実業団のチームとしてやってて、まあ、あの都市対抗とかに出てくるようなチームですよねっていうのがもともとあります、古くから。あとバスケットボール部もあったそうですが、まあ、これはなんか経営不振によってちょっと他の組織かな会社かなに譲渡して、今は和歌山にあるらしいですが、もう今は携わってないと。で、あとバレーボール、これはバレーボールはパナソニックパンサーズでしたかねっていうので、枚方で今本拠地を置いて今も活動している、まあ、V リーグに、所属しているチームになってます。でこの3つが松下にはあったらしいんですけども、4つ目としてね、サッカーを作ろうということになって、創部されたという経緯があるそうです。でさらにそれを遡るとヤンマーですね、ヤンマーという、まあ、実業団のチームがありました。これはいわゆるセレッソに後々になっていくチームですよね。でこのヤンマーに所属していた選手たちが、まあ、独立する形で松下電機のサッカー部を結成するわけです。なのでつまりはですね、ヤンマー、このセレッソの流れを組むヤンマーですね、流れを組む逆ですね、ヤンマーの流れを組むセレッソっていうところがあるんですけれども、そこから分岐する形で松下サッカー部ができていると。元をたどればヤンマーなんですよね、このガンバというチーム。なんともなんか嫌ですね、すごく嫌な感じはしますけども、元々は同じチーム、まあ、このヤンマーが昔強かったっていうのがあって、でそこからまあ人も増えてきて、そこからですね、まあちょっと2チームぐらいに分けようよみたいな話になったんだと思います。それで、ヤンマーは大阪でやっていて、でこの松下は、奈良県に行くと、奈良県のリーグで、スタートをしたという話なんですね。なので元々の本拠地は大阪ではなくて奈良県です。で奈良県の、社会人チーム、社会人リーグかなっていうところに所属して、そもそもは天皇杯だけを戦っていたチームということになりますね。成績だけ見てもですね、天皇杯の成績しかホームページには書いてないですね、最初の方3年ぐらいは、はい、という歴史があります。はい、で監督水口洋二さんですかね、この人がもうこの最初からずっと何年も何年もこの松下のサッカー部の監督として務めます。はい、でこの次にこの松下のサッカー部受け負ったのが鎌本さんになるので、あの鎌本さんってガンバの最初の監督になるんですけども、それよりも前はこの水口さんしかいないっていう歴史もありますね。で歴史を見ていくんですけども、この辺はちょっとざっくりとサクッといきますけども、まあガンバにすごく縁のある和田さんですね、ガンバで一番最初に得点決めた人だったと思いますけども、この人もずっとこの松下に所属しています。はい、まあ、すごく縁のある人ですね。で91年になって鎌本さんに監督が交代されるということですが、それまでの成績はあまりその芳しいというわけではなさそうですね。このJSL だと思うんですけども、3位っていう成績がありますが、あと関西リーグで優勝してるっていうのが84年ぐらいが非常になんか良さそうですね。あ、でも80年代中盤結構リーグの優勝とかしているわけですね。なるほどです。はい、ただまあ一部リーグで言うと結構注意をさまよっている感じはしますよね。何チームあったのかちょっと分かんないんですけども、まあ5位とか6位とかその辺の成績が多い感じがします。ただ1990年ですよ、これ
第70回天皇杯優勝ですよ。だからあのガンバ大阪として優勝するのはもう少し後なんだけども、松下サッカー部として優勝しているっていうね。なのであの多分天皇杯の時にガンバの成績を言う時には一度あの90年の優勝のとこ書いてあるんですけども、ガンバとしての優勝カウントにはなってないっていうことですよね。はい、そういう歴史があります。で、92年になってますね。 J リーグ参加に伴いクラブ名をパナソニックガンバ大阪に改称しております。はい、91年って書いてあるから心だと思ったんですけど、92年に名前を変えたことになってるのかな。はい、で、93年に J リーグ開幕します。でこの時ガンバ大阪っていうのはもうあの関西で唯一の J リーグ参加チームで、オリジナル10って言われてましたね。あの10チームしかなかったんです、最初は。今は50チーム以上ありますけども、 J リーグは10チームからスタートした、そのうちの一つがガンバということになっております。はい、まあ、あの時の映像、その時の映像っていうのは結構使われますよね。昔の万博競技場のメインスタンドが端から端までビシッとね、お客さんで埋まってる、しかもみんな旗振ってる、青い旗をうわーって振って、すごい雰囲気でサッカーしてましたよね。なんかその羨ましいというか、あやっぱりその開幕スタートっていうのはやっぱり人が集まってくれるっていう感じなんですよね。はい、で、対戦相手は浦和レッズでした。まあ今考えるとこれもなんか運命的な感じがしますよね。レッズが最初の相手だったっていうね。もう今やずっともですから。はい。この頃からずっともなわけです。最初の最初の、対戦相手はレッズだったということです。はい。まあ、あの成績としてはですね、 J リーグサントリーシリーズ8位8勝10敗、ニコスシリーズ6位8勝10敗ということで、まあ、10チーム中ですからね、なんか上位にいるような今の感覚で見ると8位とか6位とか、ああなんか一桁順位じゃんみたいな感じですけど、10チーム中ですからね、かなり下位ですよこれは。はい、まあ それね、ガンバがもう最初は弱いっていうイメージついてましたよね。あの本当に今言ったずっとものレッツとガンバ、はい、この2チームはもう非常に弱いというふうに言われておりました。まああの先日のラジオでも言いましたけど、あのね川淵三郎さんにあの消えてなくなれって言われてたぐらいの非常に弱いチームだった。この時の印象はやっぱり僕もね子供の頃でしたけど、ああガンバって弱いなっていうふうに思ってましたし、まあ実際にね、次の年94年になってくると、これ多分他のね加盟チームが多分あると思うんで、これ最下位じゃないですよね、多分10位って書いてますけどね。ただ10位ですよ、あの多分2チーム加わったと思うんですけど、それでも10位ですから、もうなかなかな弱さですね。はい、まあ、この時の鎌本さんってなんかあの怖いっていうイメージつけられてましたよね。本当に実際そうだったのかどうかちょっと分かんないんですけど、なんかすごいグラサンかけてね、なんかミスしたらめっちゃ切れてくるみたいな、なんかそんなイメージをつけられてた記憶があります。はい、で95年ぐらいになってきてもまだこれ弱いですね。はい、11位13位っていうリーグの成績ですから、っていう感じですね。はい、まあこの頃になってくると、その監督も外国から呼んできて、ジークフリートヘルト監督、あとヨジップクゼ監督ですね、監督を招聘しても成績はなかなか上がらなかったということです。はい、で、まあ転機というか、まああのこういったその黎明期で、ガンバにあのガンバの歴史上で、まあ、欠かせないなっていうのはですね、96年になるんじゃないかなと思います。でそれはなぜかというと、一人の選手の登場ですね、加入ですね、あのパトリック・エムボマ、今パトリックってあのパトリックが浮かんじゃうんですけども、パトリック・エムボマです。まあ有名ですねこの選手ね。ガンバだけじゃなくてやっぱり J リーグを代表するあの外国人選手だったと
思いますし、もうどうしてもあの映像が浮かびますよね。あの平塚線のポンポンポンとボールをね、あのリフティングっていうのが正しいのか分かんないけども、反転しながら一回もボールを落とさずにボレー決めるって、あれね、なんか投げキッスバーってしてましたよねあの映像何回も見たことあると思うんですけども、まあその年が96年でしたと。でこのエムボマすごいですよ、28試合中25得点ですから、なすごい得点率で、当然リーグでも得点王になって、で、2ステージあったんですけども、最終的に総合では4位と。まあそれまでいつもずっともうガンバ弱い、最下位だろう、どうせ最下位だろうみたいな、最下位候補に上がってたらしいんですけども、ここの得点力だけで総合4位っていうところまでのし上がるわけですね。すごい選手が加入しました。はい、まあエムボマっていう名前はほら最近だとフランスの代表でエムバペがいると思います。でムバッペって呼ばれたりすると思いますけど、ここも同じような呼び方の問題があって、まあその M っていうのが普通にアルファベットの M で表記される選手なんですよね。だからアフリカのチームで、アフリカの選手ではよくある日本人には発音しにくい呼び方、んから始まる名前であると、正しくはね、読み方としては、現地の読み方としてはんから始まるんボマみたいな名前なんですけども、まあ日本人に読みやすいように、まあ登録名はエムボマという名前になったっていうのもちょっとまあなんか豆知識的な話ですけども、はい、こういう選手がいました。でしかもですね、この年ぐらいにですね、宮本常様とかですね、稲本さんとかが、ガンバに加わると。まあこの時はまあ最若手な選手だと思うんですけども、まあこの時に入ってきてるらしいですね。その時に、ね、U23 の監督、昨年までやってました森下さんとかも、現役選手としてガンバに今いると、今いるっておかしいですね、その当時いたという感じで、まあなんか今でもガンバに携わっている人たちのなんかその最初みたいな感じでいて、96年ってまあ結構メモリアルな年なんだなというふうに、歴史のページを見て思いました。はい、あの実吉さんとかもいるみたいですね。で常様がこの当時はボランチなんですね。ずっとセンターバックのポジションやってたわけじゃなくて、ボランチに常様を置いてたっていうのがこの頃の戦術だったと。そうなんですね。はい、でそこからまあ96、97か、97に、パトリック・エムボマが25点を取って得点王になっているんですけれども、まあそれ以降98、99とかはまた成績が降下していくらしいですね。はい、監督はフリードリヒ・コンシリア監督、フレドリック・アントネッティ監督って、またこの外国人を招聘したんですけども、まあ、結局うまくいかなかった。なんかガンバの歴史ってやっぱ外国人監督と相性悪いですね。なんかやっぱりこう振り返ると、なんかあんまり、まあこの頃のガンバは常に弱かったのかもしれないけども、外国人監督ですごいガンバが強くなったっていう経験が全然ないってことですよね、こうなると。はい、まあちょっと自虐的な話になっちゃいましたけども、で99年ぐらいになってきます。まあこの時もアントネッティ監督なんですけど、途中で解任されて早野さんに変わるという歴史なんですね。でこの頃やっぱり99年というとワールドユースですよ。でやっぱりこの時に稲本選手とかね、バンド選手とかがいるみたいですけども、そういった若手の人がこういう実績を携えて活躍してきたんじゃないかなと思います。まあ、成績自体はまだ年間11位らしいのでそこまで振るってないですけども、なんかその目が生え出してるようなっていう感じはしますよね。で早野監督に代わってここから2000年代になっていくわけですけども、まあ、ここでまあもともとね、あのガンバにいました、まあ、最終的には鹿島で活躍する洗い場選手とかですね、あとゴールキーパーで都築さんですね、浦和レッズ
ってキーパー正ゴールキーパーやってましたけど、しばらく西川がやるまでは、はい、っていうような、まあその選手が若手だった頃にまあ積極的に起用して、でその成果が実って、まああの年間の順位自体はですねそんなに上がらなかったみたいなんですけども、まあそこから徐々に上がっていきましたと、上がりそうだなっていう雰囲気を醸し出していたと、うん、言い方合ってんのかなこれで、まあうん、なんか希望はあるよねっていう感じだったんじゃないかなと思います。で2001年です。ここで、ガンバの歴史一つ大きな動きがあります。それがですね2001年、ガンバのレジェンド遠藤康人が加入するわけですよ。ここで入るんです、遠藤さん、レジェンド。はい、で遠藤さんもね、自身のインタビューとかでたまによく答えてますけども、なんでガンバに入ったんですかみたいな話にした時に、なんかガンバ見てたらなんかすごい伸びそうな感じがしたという嬉しい、まあね、あのインタビューいつも受けてくれますけど、そのなんか予感があったんですよね、遠藤さんにも。多分なんか、あ、このチームってうまくやればめっちゃ強くなんじゃねえみたいな、なんかそういうのがあったんだと思うので入ろうかなってなったと思うんですよね。その遠�藤さんが入って2002年、これ日韓ワールドカップのあった年とかになるんですけれども、この時にですね、まあ早野さんが辞めて、ここも一つの転機です、ガンバとしても、西野朗さんが監督になります。はい、西野さんね、もともとはあの日本代表 の、 あのイケメンストライカーとして名を馳せて、そこから指導者になってからはあの、ね、アトランタオリンピックでマイアミの奇跡を起こしたりとか、あとはまあ柏レイソルの監督やってましたよね。はい、でその西野さんが、ガンバの監督になって、こっからね、すごい長いこと、指揮を取ってくれました。まあガンバといえば、まあ、30年歴史があって、ちょうど真ん中の10年ぐらいは西野さんの時代になるわけですよ。はい、まあ、ここからぐらいがね、なんかガンバの、なんていうの、栄光の歴史という言い方はあれかなと思うんですけども、ここから結構ねガンバっていうのが強豪チームであるというふうになっていく。まあ最初の方は多分うまくいってないんですよ、この順位を見ても。2002年2003年とか、あ、でも2002年はいい成績ですよね。はい、年間3位という成績で終わってますけども、やっぱりこの一旦ちょっと2003年で1回落ちるんだけども、まあここから、どんどんとねいい成績になって、多分常様とかですね、あと大黒さんとかですね、まあ、そういう選手が多分上がってきたんですよね、すごくチームの中心として。で最終的にではないんですけども、2005年ですよ、これもガンバ大阪にとって大きな年、まあすごい大事な年です。2005年に J リーグついに制覇をします、優勝をします、念願の。はい、でこれね、西日本のチームじゃないや、関西のチームで、リーグ戦を取ったのは初めてですし、皆さんここ誇ってください。いまだにもうこれ記録なんで、記録ってのはいつか破られるものかもしれないので、今この現時点で、関西で、リーグを取ったのはガンバだけですと。はい、これはもう誇っていいんじゃないかなと思います。もしかしたら近い将来別のチームが、別の関西のチームがリーグ優勝するかもしれないけど、今この現段階では、J リーグを優勝したことあるのはガンバだけだと。これはもう誇りに思っていいでしょう。はい、でこの2005年になんでこんな風に、まあ、優勝できるチームになったのかっていうのは、やっぱり西野監督の戦術浸透もありますけども、すごくバランスが良かったんじゃないかなと思います。まあとにかく点取ってくれるストライカーがいる、アラウジョっていうね選手がいて、でまあ日本人としても大黒っていう選手がいて、でその真ん中あたりを遠藤とか宮本とか、あ、そういった、あ、まあだんだん油の乗ってきてる選手ですよね、若いけどもっていう人が中心になって、ベテランもいるし、いい若手、多分そのこの頃には家永さんとかいましたから、そういう若い人もいるし、ベテランもちゃんと引っ張ってくれる。まあベテランといえば、あと松波さんですよね、この時に。最後この年をもって引退するわけですけども、まあそういうベテランから若手までバランスよく
戦術に落とし込めたっていうところがやっぱり優勝の要因だったんじゃなかろうかと思います。これ山崎ナビスコカップもね準優勝という成績なので、非常にこの2005年っていうのは大事な年になったかなというふうに思います。はい、ということで、まあエクストリームと言いながら、まあ、なかなか時間かかってきまして、まだ2005年です。歴史の中ではまだ半分ぐらいしか行ってないですけども、ちょっと全部行ったら1時間ぐらいになっちゃいそうなので一旦ここで切りましょうか。はい、今回のラジオはまあここまででございまして、ラジオっていう体裁なんですけど、いつもぬるって始まるようなと思ってしまってます。だからちょっとね、なんかジングル的なものを作りたいなと思ってて、それどうやって作ろうかなって今ちょっと考えてるんですけども、なんかね、普通ラジオってなんか最初なんか流すじゃないですか。ああいうのをちょっと作ろうかなと思ったりしてます。はい、っていうのと、あとはですね、まあYouTube でやってるので、せっかくなのでですね、チャンネル登録よろしくお願いしますみたいなことを言おうかと思ってます。はい、せっかくね始めたので、なんかいろんな人に聞いていただきたいなと、聞けよって感じじゃないですけど、ぜひぜひね、空いてる時間とか聞いていただきたいのでですね、これを聞いている方よければですね、Twitter とかでラジオを聞いたよとか、あとなんかそういうメッセージとかいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。まあ、良ければツイッターのグッドボタンとかも押していただければ励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまたこの続きは別の機会で、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はさようなら。